皆さんこんにちは。2016年にドラフト1位でオリックスに入団し、現在 MLB のレッドソックスに所属している吉田正尚選手。2023年の WBC にも選抜され、常に注目されている野球選手です。今回はそんな吉田正尚選手がレッドソックスからトレードされるのではと話題になっていますので、家族や経歴について紹介しながら、トレードに真相について紹介します。吉田正尚選手の奥さんの名前は吉田ゆりかさんというそうです。吉田正尚選手の出身校は青山学院大学なので、奥さんのゆりかさんも青学出身かと思った人もいるかと思いますが、ゆりかさんは大学卒業と同時に管理栄養士の国家試験に合格していることから、大学に食物系の学科があり、管理栄養士の資格取得を目指せる授業が組み込まれている大学を卒業されているはずです。青山学院大学にはそういった学科がないため、おそらく別の大学でしょう。奥さんのゆりかさんは大学時代の夏季短期講習でハワイへ研修に訪れたことをきっかけに、スポーツ栄養の道に進んでいることから、ハワイ研修がある大学ということまでは分かっています。吉田正尚選手が青学で、同じく渋谷区で、ほぼ隣に実践女子大があるため交流もありますし、なんとなく実践女子大学の可能性が高そうな気もしますが、公にしていませんので、あくまで推測止まりとなります。吉田正尚選手の奥さんのゆりかさんの出会いは、大学2年生の夏に知人を介して出会ったそうです。最初の出会いの時は野球に集中している時だったので、何事もなく時が過ぎ、1年半後に再会した際に吉田正尚選手は恋に落ちたようです。そして2015年10月22日、吉田正尚選手にとって忘れもしないあのオリックスからドラフト1位指名を受けたその夜に告白し、交際がスタートしているのです。またシチュエーションもとてもロマンチックで、ゆりかさんの自宅付近の公園に呼び、ゆりかさんの名前にあるゆりの花束を持って告白したそうです。ご本人はこの時のことを、一目惚れならぬ二目惚れだったと明かしていますが、おそらくゆりかさんが大学を卒業して社会人になっている年なので、急激に綺麗になっていたのではないでしょうか。こうして二人は交際がスタートし、吉田正尚選手がプロ入りしてからは遠距離恋愛が始まりました。吉田正尚選手にとってゆりかさんはいつも明るくて、一緒にいると楽しく、唯一弱音が吐ける心許せる存在になっていました。吉田正尚選手の結婚後の好成績ぶりや徹底したゆりかさんの食事管理を知っただけでもすごいのですが、その他にも多々ゆりかさんの良妻賢母エピソードがありますので、一部ご紹介します。吉田正尚選手は昔からボールを飛ばす能力に長けているものの、結婚前は体の故障が多かったそうです。管理栄養士の資格を持ち、栄養指導の実業家でもあるゆりかさんのもと生活を共にするようになってからは、怪我が多かった吉田正尚選手もその後の3年は全試合出場しました。大阪に住み、都内にもマンションを持っているそうですが、吉田正尚選手がアメリカへ行く際、夫を一人にさせられないという思いから、ゆりかさんも子供たちも慣れた日本を離れ、家族帯同で渡米しサポートをしているそうです。独身時代は飲みに出歩くことも多かった吉田正尚選手も、現在は妻の美味しい料理を食べたいこともあり、直帰し結婚前以上に前向きに練習に励んでいるそうです。2023年には沖縄での美女と夜遊び報道を受け、ゆりかさんが全否定。ゆりかさんの1日のインスタグラムでは、食事会について事前に聞いていたことや、食事の席に合流したらすでに女性たちがいたことなど、随時報告され把握していたことが綴られていました。既婚者だからといって女性が多くいる食事の席に行ってはいけないとは思っていないことをファンへ報告し、食事面だけでなく全面サポートを吉田正尚選手が受けていることが改めて周知されました。そんな吉田正尚選手には子供が2人いるようです。第1子の長女が2020年7月7日に誕生、第2子の次女が2021年12月12日に誕生、2020年7月7日に女の子が誕生し、父となった喜びをインスタグラムでこのように綴っていました。娘のために織姫効果でバースデーホームランをこの日打ったとのこと。初めての素敵な誕生日プレゼントとなりましたね。長女も次女もゾロ目で誕生し、赤ちゃんの時から仲の良さが予想できますね。第2子の際は吉田正尚選手の左太ももの負傷離脱があり、状態があまり良くなかったことから、ゆりかさんは出産のための里帰りを決心できず、いつ来るかもわからない陣痛を心配されながらも大阪の自宅と里帰り先を行き来していたそうです。本来であればゆりかさんの体を第一に優先するのが一般家庭のあるあるですが、
さすがプロ野球選手の妻は肝が据わっています。いろいろな不安や苦労を抱えながらも、なんとか第二子出産時には吉田正尚選手は立ち会うことができ、無事出産できたようで良かったですね。私生活がとても充実している吉田正尚選手ですが、現在所属しているレッドソックスからトレードの報道が出ました。スポーツ専門サイトジアスレチックが5日、レッドソックス吉田正尚選手のトレードの可能性について報じました。1年目から打率2割8分9厘、15本塁打、72打点の好成績で、2年目はさらに成績を伸ばすと期待されていただけに、ファンの方々は驚いていましたが、メジャーらしいことだと言えるそうです。過去に日本人野手では新庄剛志が2001年の1年目メッツで打率2割6分8厘、10本塁打、56打点と活躍した後、通算102勝左腕ショーン・エステス選手とのトレードでジャイアンツに移籍し、2002年に日本人初のワールドシリーズ出場を果たしました。青木宣親氏もブルージェイズで2012年と2013年の2年間、打率2割8分7厘、出塁率3割5分5厘、18本塁打、50盗塁と好成績を残した後、今も現役を続けるサワン・ウィル・スミス選手との交換でロイヤルズに移籍、2014年は核弾頭としてチームをワールドシリーズに牽引しました。チーム事情は1年で大きく変わりますし、レッドソックスについては編成本部長が交代したということが大きいとのことです。外野は現時点でタイラー・オニール選手、吉田正尚選手、ジャレン・デュラン選手、ノブデフ・スナイダー選手に加え、若手でセダン・ラファエラ選手、ウィルヤー・アブレイユ選手と頭数が足りています。外野で足りないのはパワーヒッターで、故に FA 市場でテオスカー・フェルナンデス選手を狙っていると言われています。昨季マリナーズでは26本塁打、2021年ブルージェイズでは32本塁打の成績を残しました。さらにこのオフのレッドソックスの最大の補強ポイントは先発投手で、今永翔太選手の獲得競争でも最終選考に残っていると言われていますが、同時に FA になるまで先が長い若手先発投手をトレード市場で狙っているそうです。新庄剛志氏を取ったジャイアンツ、青木宣親氏を取ったロイヤルズのように、優勝を狙うチームが吉田正尚選手の勝負強い打撃を買い、良い若手投手と交換してくれるかもしれません。もっとも新庄剛志氏、青木宣親氏の時と違うのは、吉田正尚選手の契約はまだ4年総額7200万ドルも残っており、2024年の年俸は1860万ドルと高額であること。トレードの可能性を報じたジ・アスレチックの記事では、クリス・セール選手の時のようにお金もつけてトレードの可能性もあると示唆しています。この報道にネット上では、突然トレードってどうなってるんだ、ドジャースに頼む、ドジャース行こうぜ、いっそドジャースとトレードしてしまえ、ヤンキース移籍するの、青木とかもすぐトレードされたし、 NPB とは少し違うよね、向こうはビジネス要素強い、など大谷翔平選手や山本由伸選手の所属するドジャースとのトレードを望む声が多く聞こえました。もしドジャースに移籍となれば、 WBC 優勝メンバーが3選手となり、ワールドチャンピオンも狙えそうですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。